さあやってきました鎌倉、ありがとうございますね。久々の鎌倉ですけども、本日は鎌倉でどんなロケをしていくのでしょうか。本日は、はい、ただただ癒される場所に行っていただきます。ただただ癒される場所、なんだろう、癒されるなので猫とかだと思うんですよね。やっぱ猫って癒されるじゃないですか。で最近ちょっと僕猫にハマってるんで、猫だったら嬉しいなという感じで、ちょっと猫ちゃんを期待して癒されに行っちゃいたいと思います。それでは行きましょう。やっぱ鎌倉やっぱいいですよね。やっぱいろいろありますから。懐かしいな。ここです。ん？ここです。何何何何何何、豚だ。え、豚ですよね。ガチ意外なん来た。失礼します。こんにちは。うわすげえ。すげえ豚だ。うわ、あ、すいません、踊れちゃいました。すいません、改めてよろしくお願いします。水曜イエロー大倉隆です。あ、野村です、よろしくお願いします。めちゃめちゃ黄色かぶっとる。かぶっとる。猫舌初じゃない、黄色で黄色かぶるって。ちょっと触ってみてもいいですか。あ、どうぞ自由に触ってください。こんなに綺麗に丸に収まることあります？すっごい、ちゃんとちゃんと列になって。ちょっと待って、怖いよ。だって俺にとっては未知の生物なんだから。千と千尋でしか見たことないんだから。ちょっと待ってよ。ちょ待って、久しぶりに緊張する。おとなしいんですか、性格的には。そうですね、すごくおとなしい性格なんで、まあ、この子なんておすすめですかね。あ、じゃあちょっと俺もちっちゃい子行こうと思う。え、すごい。え、すっごいサラサラしてますね。そうですね、まだ産毛ですね。あ、産毛なんだ。抱っこしてみてもいいんですか。抱っこしてみますか。してみたい、してみたいけど怖い。じゃあ失礼します、ね、じゃあちっちゃい子。なんか福くんって言います。福くん、はい。かわいい。うわ、かわいい。すごい。でもだいぶ印象変わりました。はい、すごいね、人懐っこくてものすごいかわいい動物なんですよ。ですね、こうやって初見の人にもこうやってくるのは誰にでもすぐね、懐いちゃうんで、ね、なんかもう見てください、もう僕のとこ収まってる。なんかこのまま寝ちゃうんじゃないかって感じなんですけど。す、ね、ちょっともうすでに癒されちゃってるんですけども。すっかり懐いちゃってますけど、はい、ちょっと聞いていきたいんですけど、はい、ここはどういう場所なんですか。そうですね、こちらはですね、まあ、マイクロブタさんと触れ合ったりですね、はい、まあ、抱っこしていただいたり、うんうん、おやつとかをあげるような、触れ合いの場所になります。あ、触れ合いの場所。先月にオープンしたばっかで、ちょうどオープンから1ヶ月ぐらい経ちますね。先月なんですね。マイクロブタって何なんですか。そうですね、普通のブタさんはだいたい200キロとか300キロになる動物なんですけど、あ、まあ、マイクロブタさんっていうのはだいたい大きくなっても、まあ、40キロとかそこまでで収まるようなブタさんになります。へえ、そうなんですね。今これって何歳ぐらいなんですか。そうですね、今抱っこしてる子で、ちょうど6ヶ月になりますね。これ6ヶ月。そうです、ね、だから俺の相棒たちは6ヶ月なんだ今。なるほどね、かわいいな相棒たち。この一番ちっちゃい最初に僕が触った、うん、マイクロブタは。そうですね、この子でだいたい今2ヶ月の中ですね。2ヶ月。なんかこれずっと何か食べてるんですか。ブタさんって満腹中枢が鈍感って言われてまして、はい、それでもまあこうガムとかを噛むようにもぐもぐして、まあ、空腹を少し紛らわしてるって言われてますね。あれはなんだ、あっちに行っちゃった。あれはまあおトイレを覚えるんで、ブタさんって。あ、じゃあ今トイレだったの。まあ、そうですね、ワンちゃんぐらい頭いいんで、ああやってトイレを覚えて、でまあトレーニングすればまあトイレも覚えます。え、すごくない。そうですね、3歳児ぐらいの知能があるって言われてますね。おやつ何食べるんですか。うちでは、まあカロリーの低いキュウリをあげてます。あら、俺も好きよ。そうですね、揚げ方なんですけど、こうやって上から揚げちゃうとこう上に噛みに来ちゃうんで、手のひらに乗せてあげる場合は床ギリギリでこう手のひらを伸ばして揚げてあげてください。はい。それだけ。それだけです。もっとさ、なんかさ、他のさ、何、その噛まれないコツとかはないんだ。大丈夫です。待って、本当に怖い。待って、本当に無理。ちょっと待って、本当に怖いでしょ。怖い怖い怖い、本当に怖い。俺噛まれるの大嫌い、痛いの嫌いなんだから。え、ちょっと待って、本当に怖い。ちょっと待って、待って、本当にね、マジで。
ちょ、待って。ちょ、待って、なんで。うわー、怖っ、怖っ。海で友達と歩いてたら、犬を散歩してる方がいて、いきなり走り出されて、そのまま足ガブーッいてー。もうその日から噛む動物は苦手です。その日から。あ、一人で、あ、一人嬉しい、一人嬉しい。始めた、はい、このあの豚さんの、はい、触れ合いの場所をこう回転した理由って何なんですか？そうですね、もともと戸塚の方で猫と豚さんのお店をやってたんですけども、はいはいはい、まあ、ちょっとあまりにも豚さんがこう人懐っこくて可愛いんで、まあ、それでまあちょっと豚さんの専門店を作っちゃおうかなと思ってちょっと始めましたね。へえ、そうですね、ほんと人懐っこいですもんね。そうですね。そうで、僕さっきずっと気になってるんですけど、あちらにお迎えっていう文字があって。そうですね、この子たち皆さんですね、まあご家族として、お迎えすることができます。あ、もうここで、この場所で。そうですね。そうなんですね、まあ、しっかりと、まあ、可愛がってくれる方にぜひ買っていただきたいと思ってます。やっぱこう一家族として愛情を持って接するっていうことですよね。はい。へまずこれを外す。これ豚さんいますけど外していいですか？あ、そうですね。豚さんまあこう。はい。はい。おい、ありがとうございます。これは豚さんのトイレ掃除完了。キュウリの盛り合わせ。はい、お願いします。はい。いや、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんかこうすごい人懐っこくて豚さんが、はい、なんかこう初めてこの場所に来た方がすごい動物と触れ合いやすいなと思って、はい、うん、まあ、この豚さんの、 あのこう噛まない、ね、やっぱり手を下に置くと噛まない、そこがすごい俺的には嬉しかったです。噛まないっていう部分が、噛まない部分、はい、すごい嬉しかったです。はい、あの本当に楽しかった、癒されました。こちらこそありがとうございます。なんかこう最後視聴者の皆さんに伝えたメッセージなどあれば。そうですね、まあ、皆さんにですね、まあ、豚さんという動物がどういうものか知っていただきたいんで、こんなに人懐っこいんでぜひ遊びに来てください。はい、ということで以上、水曜イエロー大倉貴人でした。バイバイ。バイバイ。